はい、えー、赤血球を演じました長野ででですすす、えー、白血球を演じました佐藤武ですそうですね、最初マネージャーさんが「長野さん赤血球役の話が来てて」って言われた時はあの本当どういうことか全然あの理解ができなくて「えだ誰がせ私が赤血球をやるの?」っていうところから始まったんですけどとにかくこの世界観に惚れてしまってあの、イメージはあの。 わきましたね。逆にこれをやらなかったら今まで俺は何をしてたんだと。そこまで。この作品この役をやるために今まで俳優としてや頑張ってきたんだなっていう,ふうに思いました。<laughs> そうだったの？はいあの。集大成です。<laughs> 集大成。<laughs> はい、あ、佐藤健の集大成になった作品っていう。はい、あこれは皆さんよろしくお願いいたします。す逆にやってみてあやっぱりこれ私がやる役きだったわと思いました思いました。<あ>私がやるべきだった。 私の集大成です。で、すそこ笑うのまずいでしょだって。細胞薬。やってみて、長野さん、どうだったんですか。やってみて、どうだった。<laughs> まあ、うん。<laughs> そう、細胞薬なんですけど、もちろん、あの、お芝居してることだったりとか。やっていることは、普段、こう、お仕事していることと。こう、あんまり変わりはないんですが、やっぱ、世界観がすごくはっきりあるので。いつも以上に、こう、楽しく、純粋に。 自自分自身ががが面白がりながらやれたた気はしましま、はあ、初日の日に割とこう感情をちゃんとこう入れて演じるシーンがあったんですけど横を見たら真っ白な人がいるわけじゃないですか <laughs> でたけるさんと久しぶりの再会でもあってそうか以前<あ>の朝のドラマで共、はい、演されてるんですね共、はい、演してからもう5年ぐらいですか5年6年ぐらいぶりにお会いして会った姿がもう真っ白だったんで <laughs> あの。 真剣なシーンなのにどうしても私は笑いが止まらなくなるという現象が起きてそ白血球ってねそういうふうにあの外敵をやっつける最強の、まあ、味方でもあるわけですけど今回なんとアクション演出は「流浪に献身でもご一緒された大内隆人さんと一緒にやってらっしゃると。大内さんがいいってあの提案させていただいたんですけど。っていいうううのはそのこういう ちょっとすっとぼけたちょっと子供向けの,あの作品だからこそアクションはその本格的な方が映画としてメリハリがついて面白いかなと思ってたんですよ。ルローニケンシンから時間経ってやったんですけどもう逆に「ルローニケンシン以上のアクションを僕たちは見せないとなんか自分がやる意味がないなというかあの結構頑張ったんですよ。 あの前作でご一緒したときはあのアクションシーンなんてなかったのであ今回、キレッキレに動かれてたりとかあとまあ赤血球なんで白血球さんに守ってもらうこともあったりしてそのときのこう私を全力で守ってくれる姿にもキュンとしましまた具合が悪くなったりちょっと病気になったりするとロケ地も荒れ果てていくんですよ。<laughs> うんうん 変な洞窟でもう今にも石が崩れ落ちそうなところで本当に僕特撮以来の爆破やや、ったりとか <laughs> <laughs> いいそれすすごい覚えてます僕たちの体の中にいるヒーローだなと思ってまあ僕は過去に変身してヒーローをやってた時期がありますんで人一倍そういうジャンルにはうるさいというかあのそういう自負がありますんでかなり本当にこう冗談じゃなく気合を入れて。 えー、演じさせていただきました。そのあたり、そのあたり、はい、10秒ぐらいいただきます。どうでしょう。よろしいですか。はい、ありがとうございます。